イグルーは発見したけど残念ながら地下室みたいなのは見つからず。もしかしてかなりレアなものなのかしら。イグルー自体があんまり見つからなさそうだもんな。そう。普通の雪と同化して見つけにくいからね。ここの樹氷にもあったりするのか？どうだろう。ちょっとわかんないかな。とりあえずまずは地図を埋めることを優先しよう。ここまで埋まってるってことはおそらく新しいバイオームはなさそうね。せやな。っていうかものすごくこの雪原が広い感じがするな。見た感じ埋まってない場所は海か雪原かってところだね。そうね、この地図が出来上がったら今までに見たことない感じになりそうね。めちゃくちゃ楽しみなんだぜ。心配なのはロケット花火の量だけど、ちょうどワンスタックを切ったよな。大丈夫だって、飛翔時間3のを使ってるから結構飛べるし。心配だなぁ。まあまあ、ひたすら埋めていくよ。さあ、そろそろ夜になりそうだな。この辺りで一旦降りて寝る？っていうかこんなところで寝たら確実に風邪をひくと思うんだが。大丈夫よマリちゃん、バカは風邪をひかないって言うし。それもそうか。やめやな。たく、バカは風邪をひかないって言うより、風邪はひくけどそのことに気づかないってことだからな。あ、ってことはポコニャンは気づかないタイプってことよね。いや、ちゃんと気づくわ。もう、いつもいじってくるんだから。でも本当はド M だから嬉しいんでしょ。そう、実はド M だからめっちゃ嬉しいって。誰がド M じゃ。あはは、ナイスノリツッコミだぜ。つい本音が出ちゃったわね。合わせただけだから。それよりなんか不思議な光景じゃない。ほんとね、マグマからそびえ立つ氷のタワー、なぜ溶けないのか。ふう、どうしよう。一応帰りの分も考えてロケット花火を節約しておこうかな。はあ、結局不安になってるじゃねえか。あはは、もし歩きで帰るとなると相当時間がかかっちゃうからさ。まあ、なくなったら現地調達でなんとか。サトウキビと火薬さえ手に入れば作れるからな。まあ最悪そうするよ。ちょっとだけ空の様子を見ようかな。あれ、ちょっと待って、これテーブルじゃね。ほんとだ。すげえ、まさかの2個目だな。そりゃこんだけ雪原が広いもんね。え、でもなんかこのイグル浮いてない。あ、確かに。ポコニャンの存在と似たようなものがあるわね。体が浮いとるんだし。これは、逆にレアなんじゃね？レアなのかもしれないけど、これは地下室がないんじゃない？そもそも地下室ってどんな感じで入れるんだ？ね、確かカーペットをめくるとトラップドアがあって、そこからはしごを降りていくとかなんとか。ま、空中に浮いてる時点でないことは確定してるよな。残念ながら先に進んだ方がいいよね。せっかく発見したのにね。ちなみにその地下室には何があるんだ？噂によると村人ゾンビがいるとかなんとか。村人？まあ、僕も実際見たことないからわかんないんだけどね。でも、それは見てみたいわね。残りの地図埋めで見つかるか？わかんない。でももしかしたら見過ごしてるイグルーがあるかもしれないしね。まあ、一つか二つぐらいはありそうね。そして他にも白クマも見てみたいしな。探しつつ地図埋めをしていこう。はい、というわけで皆さん、地図埋めが完成しました。いやー見てよこの景色。すげえなこれ。見渡す限り雪の大地。ここからならイグルーも見つかるんじゃないかしら。でもどうやらこの近くにはなさそうなんだよね。そうか。とりあえず地図がどんな感じになったのか見てみたいぜ。オッケー。予想通りの結果になったよ。これなら見やすいかな。うわー、すごい、地図の3分の1ぐらいは雪原ね。これは圧巻だな。早く帰って地図をはめてほしいんだぜ。もうちょっと待ってね。そういえばさ、そろそろ漆黒の翼の耐久値が限界なんだ。ほんとだ、これだと帰ってる間に壊れちまいそうだな。あれ、でも確かエンダーチェストに予備が入ってなかった。そうか、だったら心配はないか。ロケット花火もこれだけあれば帰れるだろうし。ただこれからちょっとイグルーや白クマを探すから少し使っちゃうけどね。どうしよう、やっぱり空から探した方が見つけやすいかな。そうね、でもスピードがつくと見逃す可能性もあるし。ちょっと待って、なんか今、なんか見つけたのか。一瞬イグルーらしきものが。あー、ほらやっぱりあった。ほんとだ、
今度は空中に浮いてない？さすがに浮いてる方がレアだろうがな。大丈夫、今度は地面に接してるよ。問題はこのカーペットの下にトラップドアやはしごがあるかどうか。よう見つかったぞ。マジか。ね、本当にあったわね。ああ、早速降りてみようぜ。村人がいるって言ってたわね。うん、こんな地下で暮らしてるのかな。なんかちょっと怖いんだぜ。慎重に降りてみましょ。う、暗いね。あれ、ゾンビの声が。ちょっと待って、降りちゃって大丈夫？あれ、なんかチェストがあるな。お宝が入ってるのかしら。あ、これが村人と村人ゾンビか。閉じ込められてるじゃん。ちょっと、どういうことこれは。もしかして悪いことして捕まったとか。それとも何か実験に使われてる？気になるのはこの看板だよね。この矢印の意味は？入れ替わる的な。すっごく怪しい感じね。なんか醸造台にポーションが一つ。着火のスプラッシュポーションか。謎だなこれ。ふーん、そっちのチェストは？お宝としてはちょっとしょぼいけど。嬉しいのは金のリンゴくらいか？あれ、ちょっと待って、着火のポーションと金のリンゴって。ああ、村人ゾンビを治療できる。もしかして、治療すると何かが起きるとか？とりあえず柵越しだと金のリンゴが与えられないから上だけ壊そう。一つずつしかないから失敗するなよ。大丈夫、しっかり狙いを定めて。さあそして金のリンゴを。ほい。よし、あとは治療が終わるまで待つか。これが終わればこの看板の謎も解けるのかしら。